日本関東地方茨城県つくば市みゆきが、丘日本電気つくば研究所、アステラス製薬みゆきが丘研究センターみゆきが、丘は、茨城県つくば市の地名。郵便番号は305-084日。つくば市中部に位置し、つくば研究学園都市周辺開発地区に位置する。全域が開発総面積10万1500。 平方メートルの筑波西部工業団地で地域内には科学万博記念公園や様々な研究所が立地する。また地域の北端にはエキスポ大通りが通る。東は西大橋、山中、西は水堀、面、野井、南は大白狭間、柳橋、北は西大橋、西岡と接している。また北は学園南とほぼ隣接している。 全域が1981年から1986年に開発された開発総面積10万1500平方メートルの筑波西部工業団地である。国際科学技術博覧会会場跡地に建設されたもので跡地は科学万博記念公園やクラレ筑波研究所、日本電気筑波研究所など医薬品、食品、 コンピュータ、通信機器等の研究を行う国内外でも、有数のハイテク企業が創業している。また、1988年には、科学万博記念公園広場に、科学の門が竣工され、1月27日に除幕式が行われた。現地は緩やかに隆起した丘となっている。また、1985年に開催された、国際科学技術博覧会の際にこの地が、 メイン会場となり、昭和天皇がこの地で開会宣言を行った。これを記念して、みゆきが丘と命名された。私立小中学校に通う場合、みゆきが丘全域が柳橋小学校、や田部中学校となる。ありがとうございます。